これからちょっと稚内を散策したいと思います。天候は風、ちょっと雪舞う感じですね。そしていろいろちょっとトラブルがありまして、あ、奥津さんお待たせしました。すみません、お待たせしました。手袋もちょっと別の用意してきたんで、ちょっとバタバタしちゃいました。何がトラブったかというと、このねグルーブのねハンドルカバーが凍るという、このこれがカチコチになりまして、手が入らない、抜けないということになったので、外しました。大失態です。と寒っ、やっぱスイッチが入らないあれです、あのインナージャケットのあったかや、あったかになるやつ、それが固まってる完全に。しょうがない、諦めるか。スイッチがスライドが凍ってる。アイゼンないと無理っすね。いや優勢株すげえな。本当に優勢株走るんだ。いや普通に滑りますよ。ほらほら、いや ここは危ない、ここは危ない。もう危ない危ない危ない、ずるずるだこれ今日ガソリンスタンドに行くのも無理？いや、それくらいは頑張るけど。うん、そう、うん、広い道出てどうかな。いやいや、出たくないな。この道でも全然無理か。ああそうね、じゃあドームを見てガソリンスタンド行って帰ってきてどうかですな。あ、海だ海、あ、海荒れてる。まあ荒れるわな。あ、やっぱ手袋寒いな、こっち。やっぱハンドルカバーの威力はすごかったな。そして濡れるとダメなのか。バイクいますね。バカですね我々バカですな。あ、走り出してる、カーブ走り出してます。マジでこれからどこに行こうというのでしょうかまあそうやだよね。まあまあ、なんていうんですかね、野営のメッカ、うん、です。おー、みんな行ってますよ。マジかおれ結構ありますよいやー、これが噂のドーム。まあ、ちょっとこの先まで行きましょうか。あそこにもバイク置いてある。ちょっとバカ、バイクの中入れてみるかな。いやー、やりきりました。どこまでも白いっすよ。どこが、道路が、あの船は海上保安部、年末年始特別だからコーストガードか。うわー、これあかんやつや。もうだってね、視界がだんだん悪くなってきてるね、うん、じゃあガススタ行きますか。はい、もう今日の旅はガススタで終わり。はい、了解です。そうそう、雪今降ってるんですけど、あの風で舞うと下からふわーって入っていくじゃないですか。例えば今日やられたのはこのね、あのカバーですけど、あれも別に雨だったら上から下だから水入っていかないのに、わざわざ中に入り込んで固まってるなんかしやがってそりゃ無理だよみたいな、うん、やられております。うん、雪がついて濡れるより座ってるとこが体温で溶けて濡れるね。あ、そうそうそう、それはもうしょうがない。うん、そうなんですよ、これね、まあファファってやれば取れるは取れるけど、でも取りきれないからね。そして今日の大失敗は、まあそのハンドルカバーとですね、この電熱
インナーのスイッチが固着体がないな、凍結して入らない問題があって、これが一番つらかった。なんとかね、スイッチヒーターとか欲しいな。ということで、現状はですね、我々稚内の市内ガソリンを入れたところで、ほぼ遭難状態になっております。あ、で出ました、ホワイトアウト、12時頃稚内市視界200メートル未満の吹雪の恐れがあります。ホワイトアウト出ました。出るんだこんなの、初めて見た。ホワイトアウトのまあここでやってしまいましたね、発動しましたね。はい、はい、じゃあすごすごと帰りましょう。安全第一。これで稚内じゃねえ、宗谷岬とか行けないっすよ。着いたって、だってあそこなんもないじゃん、シェルターズも。いやー死ぬわー。やっぱこっちの方が気楽だね、国道より。うん、路面はそうね、路面は国道の方がマシかな。いやー完全ホワイトアウトっすよ。あーホワイトアウト、あ海だからか、海だ、あ海ダメだよやっぱこれ。うんうん、いや結局この雪が舞っちゃってね、見えなくなっちゃうわけでしょ。うん、今ちょうどね港のところの左側に差し掛かってんだけど、海のそばがホワイトアウトする。全然滑ってし、まだ見方全然加速しねー、風強いねー。まあはい、今ですね稚内駅前に来ました。駅前にはですね、自転車が 1,2,3 台とバイクが2台ほど止まってますね。で、駅前の風景はこんな感じですね。はい、真っ白になってまいりました。これに風がね、舞うと、ホワイトアウトと、地吹雪になってしまいますので、かなり走行は難しい状況です。はい。以上、稚内からお伝えしました。ここが稚内駅のホームですね。はい、指宿より3057キロ。というわけで、今日も大変でした。今日も大変でした ね。いや、昨日の予定だと今この動画はどこで撮ってるはずでしょうか。なんだっけ、ルモイじゃなくてナヨロ。ナヨロ。あれでもここは昨日見たところと変わんないですね。つまり、つまり今日は移動してない。ない。うん。そしてもう、今飲んじゃいましたから、移動もしない。うん。もうバイク乗らないよ。乗らない。はい。はい。まあちなみにね、31日の
14時前ぐらいですかね。あ、16時前。16時前です。はい。ですけど、まあ、ほぼほぼ暗くなり、まあ、夜になりそうな感じですね。うん。つまりステイ待て、ワンワンみたいな感じになりましたね。まあまあ、あのね、説明しますと、朝起きてみたら、天気予報が変わっており、31日の予報だと、まあ、雪が降って、まあ、風が強いと。で、1日は雪が降らないと。まあ、風は強いままと、いうことなので、これはもしかしたら、まあ、明日、まあ、明日というか、まあ、1日の方が移動は楽なんじゃないかと。うん、で、1日まで引っ張れば、はい。はい、年明けの、それ元旦のね、元旦の、宗谷岬イベントに参加できます。ということで、急遽朝、はい、延泊を決定し、はい、名寄のホテルは、まあ、次の日にスライドし、まあ、よく考えたら、まあ、ここに大晦日の日に泊まるっていうのは、まあ、大元のね、当初の日程だとね、うん、そういう意味では今オンタイム、オンタイムです、はい、元に戻ったということですね、うんうん、になりましたと。で、今日ちょっとね、試しにバイクで外に出ようと思ったら、はい、大変な目に遭いましたね、はい、ホワイトアウトのまま発動です、はい雨だけじゃなくてやっぱり来ました、ね、来ましたね結構、ホテルの中だとね、もう別に大丈夫だ、明るいから行けるね、なんつって下に降りたらね、あの、ざんざん降ってるとかね、ね、で、進み始めて、あ、これなら行けるんじゃないの、なんつってね、うん、信号2つ越えたら待ちろとかね、うん、いやいやいや、無理っていや、そもそもスタートできなかったですかね、今日ね、まず、ね、路面のとか、路面エンジンバイクの問題が、まあ、冷凍問題ね、うん、バイクはだって凍ってんだもんまずシートが凍ってる、ハンドルカバーが凍ってる、電熱インナージャケットのスイッチが凍ってる、うん、だからまず、うん、ハンドルに手が入らない、だからそこにね干してありますね今ね、あ、これね、はい、見えますかね、はい、こんな感じで干して、うん、もう中がね、解凍してますか、そうそう、解凍、まあ、解凍して今ちょっと中の湿気を取ってますけど、うん、いや全然乾いてないですね、うん、やっぱ乾燥機入れようかな、うん、まあ、そんな感じで、それもね、あの、どうかな、雨男が昨日雨にしてしまうからです、そう、あの、別に一昨日の宿で外にね、マイナス5度とか10度の時に置いてた時は別に、うん、で、溶けたものがもう朝冷凍、そう、カキンコキンでしたよ、うん、ちなみに僕のバイクは何もトラブルなしです。それは何ですか、やっぱりこう、前準備が行き届いていたのも。いや、わかんない。ほら、ちょっとずつこう違うじゃないですか、うん、使ってるものと。あのネオプレーンのね、ハンドルカバーとかね。あれも固まってたんだけど、ネオプレーンはグリグリやったら、まあまあ、多少戻ったんで。そっかそっか。ね、そう、わざわざね、あの、ビニールのね、こうやってロールマットも持ってきて、うん、ね、昨日というか一昨日はかけて、うん、まあ、万全を期してたけど、昨日はすっかりそれ忘れて、はい、あれやってればね、まあ、昨日はね、たどり着くのでいっぱいいっぱいでしたからね、そうそう、ね、最後 ね, 最後ね、泣きながら来ましたから、ね、そうそうそう、だからまああれをやってればシートとあとその電熱のこれはね、うん、大丈夫だったんでしょうけど、うん、ハンドルカバーはなー、ちょっと油断したな、うん、まさかそんなことがあるの、これは来ないとわからないですよ、わかんない、こたつでネット見てたらわかんないし、そうそうそう、あ、こんなのさ、うん、でもわかってんだろうとか言ってるけど、わかんないからやってみてよそしてまず雨が降ることも来てる人ですら想定してないですか、そうですね、12月に、これに雨、わかんないが雨なんてありえない、ありえない、みんながみんな言うんですけど、私も違います、雨男発動です、はい、でさらにね、ホワイトアウトも、ね、ホワイトアウト、だから今日は、うん、まあ、冬将軍としてだいぶ、そうですね、一応ガソリン入れた後にじゃあちょっと宗谷岬行っちゃう、ね、って言って、まあ、その道行ってホワイトアウトで無理ーって帰ってきました、はい、帰ってくる途中すらもうね、やばかったね、まあ、そうそうまあ、やばい人も本気のね、あのガチのやばい人からすればまだ見えてるじゃんって、まあ、ゆっくり進むことはできるレベルです、まあ、進むことはできますよ、もちろん、うん、ただほらね、うん、例えば私のペースとね、うん、奥さんのペースがね、違ったりとかね、やっぱその
車とかね、タイヤの特性で、はい、うん、ありますしね、他の車が案外こうライトつけてこない車が多くてね、そう、それはなんだろうっていう、オートライト、白いからオートライトが反応しないのかっていう、うん、ライトは自分でつけましょう。そう、だからしょうがないからこっちはハイビームにして走ってます。本当ですか。うん、まあ眩しくないんでね、この状態だとね、うん、まあハイビームといえばエンジンかけて、コンビニの後レンジンかけたらライトがつかない問題っていうの、あ、そうそうそう、あれもう、やべえって思って、ライト切れたーと思って、ね、これはオートバックス行って電球買ってこなきゃと思って。そう。と思ってよく見たら、セルスイッチがなんと入ったまま凍ってました。そう。で、よく聞いたらエンジンかかってんのに、キュルル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 って。そう、自分キュルルルって音、キュルルルってなんか別の音がしてるなと思ったら、トリッカーだと思ってたの。あ、そうなの。トリッカーのエンジン音かなんかね、変な音入ってんなーと思ってたの。違う。うん。自分のバイクだった。ね、だからスイッチポンポンってやったらライトがついた、そうそう、うん、戻ってね、うん、あ、そっか、そうだったわ、うん、いやいやいや、ほんとね、いろんなトラブルが起きますよ。いやいや、いろんなアトラクション、あ、これアトラクションだ、トラブルじゃない、あ、そう、トラブルじゃない、アトラクションね、仕込みね、仕込み仕込みではないけど、アトラクション、はい、まあこれをね、楽しめる人はもう楽しい、そう、ね、イベント盛りだくさん、です。だからかな、夕方、いや昼前にちょっと様子を見に行ってきますって向かった人たちはどうしたんですかね、現地泊なんですか。いやだからほら、おかしかったのは、ね、我々が、ね、帰ってきて、ね、いやホワイトアウトで無理っすよっつって帰る時に、ね、あの青いね、ワイドット F かなんかが出てったじゃないですか、今から行きます、ね、今からそやみ先行きます、うん、って言って我々が若菜駅に行ったら止まってた、うん、あれそう、そうなの、そう。いるじゃんここに、山の上だよね、まあ、まあまあ 100m もないっすよね、 100m もね、だって歩いて行ってんだから上で、うん、そうだよね、そうか、行ってで、まあ彼はここ今回、今日はここを撮ってなかったからここじゃないとこに戻ったっていうことなんですか、なのかな、わかんないけど、うんうん、まあまあそう、やみ先行きますって言ってね、うんうん、行けんのかなって、うん、思ってたら、やっぱりいけないよね、だからほら、あの波よけドームですれ違ったカブト、何台 ?3 台、4台ぐらい、はいはい、あ、あれはね、ついてる、あれはもう到着してる、あれ到着してた、うん、うん、たまたまその、そう、うん、共通の友人が、うんうん、まあ、友達にいて、うん、その人のなんかやつを見たら、うん、今から出まーすって言って、うん、で、我々ちょうど行った時に、うんうんうん、あれこれすれ違った株じゃん、うん、と思って、うん、でその人はちょうどまあ先頃到達したっていうから、うんうん、多分あのタイミングだとそんなにホワイトアウトしてなかったんだと思う、してなかったのか、まあ休み休み行ったのか、いや多分ホワイトアウトしてなかった、だってほら我々その後なんかなんだかんだ、まあでダラ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 しながらタバコ買いたいだの、うん、トイレ行きたいだの、そう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 、そこでやってからじゃあガソリン入れてってからだから、うん、そうそうそう、その多分30分の差が、うん、大丈夫だったんだと、うん、うん、ただね、ね、今頃そういう店どうなってるかわかんない、わかんないのと、まあ我々は行ったきりじゃなくてこっちまで戻ってくる予定だったから、そう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 、うん、倍ね、大変になっちゃうんでね、え、うん、まあそういう店捨てよ、今日も厳しいじゃないかな、今日はね、どうなんでしょうね、いやもう風ビュービューだからね、うん、雪だけだったらね、そう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 、まだ、まだ、うん、んですけど、まあまあ、なので皆さんね、あの宗谷岬にいる人が無事であることを祈りつつ、はい、我々はこのホテルの中でぬくぬくと、ぬくぬくと寿司でも食いながら、ビールでも飲みながら、テレビ見て、紅白見ながら、見ながら年越しで、はい、行きたいと思います。で、明日の朝は早起きしていくんですよね。まあチャレンジね、ここまで ね残ったんだからね、いや行きますよ、雪降ってなくてホワイトアウトしなそうだったら、うん、行きます、 行きます、はい、ホワイトアウトしてたら行かない、うん、行かない、無理だもん、ていうか、ん、その場合帰れる、うん、その場合帰ることはできる、どういう意味、帰宅で帰宅方向にホワイトアウトしてたらステイ、あ、ホワイトアウトしてても帰りますよ、帰りますよね、うん、まあタイミング見てね、タイミング見て、なんでかっていうと山に入れば風も止むし、うんうん、まあ状況が良くなるだろうという天気予報と、うん、そうそうそう、うん、ホワイトアウト情報っていうのがあるんですよ、うん、ビジビリティなんじゃからっていうの、うんうん、それを見て、まあ、見る限りやっぱ山間部の方が、まあ、風とか入ってこないって、まあ、ホワイトアウトって言ってもね、降ってる雪だけじゃなくて地吹雪の巻き上げの方が、はい、そうそう、だから風がなければないほどいい、うんうん、
です。はい。はい。明日の朝は、まあ、何時ぐらいがいいですかね。まあ、5時には出て、6時には着いて、うん、でもそれでも早いんだよな。うん、あ、そうだ。これ、日の出インてっぺん2020っていうのがあって、うん、え？いやいや、もう明日こんなね、こんな素晴らしいね、あの日の出が見えるとは、まあ、誰も思ってないわけで。それ冬の写真ですか？夏じゃなくて。2015年撮影なんで。15年っていうことは、もう、その間、その絵を更新してないということですね。まあ、4年間。うん、更新してない。1988年の元旦から始まってるということなので、うんうん、ホームページなどですが、5時半から加賀り火が点火、花火打ち上げが6時15分、はい、市長挨拶が6時25分、はい、キーホルダー配布が6時35分、はい、だから先着1000名様まで。6時35分には並んどかないといけないということですね。絶対。だからやっぱり、まあ、5時には出て6時には着かないと、ぐらいの勢いでいかないと、間に合わないですね、うん。うん。です。1000人もいいのかな。ここまで来てもらえなかったっていう。まあね、30人目でしたとかってね、うん、ちょっとね。まあありえるけどね、だってそのためにみんなね、うん、徹夜で、まあ、来てるわけだからね。テント泊なんでね。うん、1000名？でも、まあ、天気があれだから、こう、例年よりは少ないかもしれない。断念。そうだね。うん、断念。確かに、ね、一般の人もね。うん、そうだよね、うん。うん。まあでもほら、普段がね、どのぐらいその余るのか足りないのかわからないから。わかんない。うん。あともう駐車場がいっぱいだと、うん、まあ、バイクだと大丈夫かもしれないけど、うん、なんか第二駐車場、第三駐車場って結構ね、うん、離れるらしいっていうことは言ってましたね。うん。まあ、なんでやっぱり朝5時には出なきゃいかんので、うん、まあ、4時半に起きて、で5時には出て、うん、だからまあ今晩この後もう乗せる準備だけもう整えといて、うんうん、もう寝よう寝ようという感じになります。はいはい、そんなところで、はい、まあ、だからね、予報天気が良くなることを願いつつ、願いつつ、はい、はい、ありがとうございました。良いお年を、皆様良いお年を。